はい、おはようございます。お疲れ様。昨日はね、あの焼肉違うな。昨日はね、あの競歩の後の振り替え休日で弁当なかったんですけど、今日からまたスタート4日間というわけで、こんな感じです。あのね、嫁ちゃんの風邪もらったね。この間の風邪治ったばっかりなのに、またひだ、これなんなんだよ。また風邪だよ。関節、今度関節痛いやつ。鼻水と咳がね、いっぱい出る系の、あの風邪だったんです、この間。今度関節系だよ。違うんかな、嫁ちゃんじゃねえかな。でも俺、風邪行くと関節痛くなるからな。もう、やべえな。もう立ってられない。きつい、きついな。今日の晩ご飯レトルトにしようかな。腰痛い。あのね、僕ね、あのね、あれなんですよ。本当、あの関節がね、立てないぐらい痛くなるんですよ、風によっては。で、その予兆がね、ビシビシきてんだな、今。くそー。もうね、弁当情報はもう見てください。こんな感じ。弁当情報、もうないです。もうなんか朝ごはんです。はい、お疲れ様です。今日は目玉焼きじゃなくて、ゆで卵ね、と余った肉、そして余った惣菜と春巻き、フライパンで焼いたよ。うん、ね、これなんでいいんじゃないでしょうか。はい、はい、シンプル。今日目玉焼きじゃない ね。はい、そしてお弁当、これもう体調悪い。めちゃくちゃ体調悪い、やばい。よく頑張った俺今日。もう膝とね、腰がバッキバキですね。よく頑張ったわ俺。ちょっとギブするんじゃないよね。あの熱とかじゃなくてね、あのほんと関節に来るのね、やばいっすよ。なんかあーやばい。今日の晩ご飯はね、ちょっともう一回ちょっとレトルトかもしれない。はい、今日は近くで見たらこんな感じ。どうですか。はい、今日も綺麗にまとまったんじゃないでしょうか。まあ平均点というわけで、ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。